さあ再開しましょう。車が狭くて入れなくてね、まだ手前何メーターぐらい、700メーターかぐらい帰ってきたんか。どれぐらいかかるの？10分ぐらいかかる。ナビではね、こんとこまで行くようになってんやけど、入れませんがね、途中で引っ返しまして、宮古本から歩く予定やったけど、25分ぐらいかかって帰ったんでね、起きたら、起こすと1時間以上かかるんで、途中まで来てやめて、あと車で来たら入られん。と、間に合いまへんねんけど、これが回らへんねんけどね、これが回らんか。よう回る気なかったんやけどね、回らんことないやろうけどね、その先が分からへんもんでね、これ左やったね、地図でナビで言うと、いや、いけないこともないね、これなんとか、うんともすんとも言ってないけど、あなたなあ、あと何メーターですか？あと280メーター。そこから見たらこんでございますけどね。まだ上かね。まだ上になってるね。あと180メートル。はい、失礼します。高吉で神社でございますか。神社中入ってもいいのかね。東方約50メートルになる。どっち行くんだろう。ここが神社でございます。50メーター。どっちなんだろうね。こっち行けってこと？これ行かれへんな。やっぱりこれやろ。上上がるねえか。はい、上がってみましょう。もう50メーターほど来たけどね。今かいな。はい、ありがとう。ほかで。はい、ありがとうございます。いやー、はい。いや、恐れ入った。こらすごいね。せっかくなってほら。せっかくなってますわ。おー、これは大きな石をね、くり抜いてはるから、すごいのできてますよ。これ天井石になってんの、これは。そういうことかね。ほら、大きい石や。後ろにも大きい石もね。ああ、これは感動でございましたね。いろんなとこ見たけど、この大きいやつね、くり抜いて、せっかくなってます、これ。分からせてもらっていいかな。はい、失礼します。分からせてもらうけど。よいしょ、こいしょ。あら、ほんまよ、これ。ほんま大きいでしょうね。くり抜いてはりますよ、これ。きれいにくり抜いてくれたのに、これ。あ、すごいすごい。ということは、あれの、もう鬼のまな板もこんな感じで、上に乗せるような感じだったよ、これ。まな板、雪の設置や。なあ、どうやろう。あそこ村のね、なんか、こういう感じだったら分かれないね、あれ。意味分からなかったけど。ね、奥行きは、1メーター、
そこからね、袖があるから、両袖から1メーターちょっとあるね。1メーター5、60あるかもしれんな。高さが、7、8センチあるか。業界がもうね、くり抜いて、きれいに作ってくれたよね。ああ、下の石もこれきれいにね、下、平らにね、切ってくれてるよ。これはちょっとびっくりしたね。はい、ありがとうございます。これ2つ石は1個か1個やな、これ。いやー、すごい、すごかった。いろんなやつ見たけどね、これすごい。豪族の方の古墳よけど、すごい、すごい。いやー、蚊も多いし、はい。この大きさやぞ。ね、あの大きさにゆっくり抜いて、持ってくるだけでも大変やもんな。どっか持ってきたんやろね。ああ、来たかやった。ありがとうございました。うん、これいい。これよかった。はい、ありがとうございました。